はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はメモリア、イベントクエストをやっていきたいと思います。第3回ですかね、デューコ・アイウズ。ですね、前回と今回の間に、メインクエストを進めつつ、ガチャも引いてきまして、ちょっとは強いユニットゲットしてきたかな。というわけで行ってみますか。バトル。待って、一番上が強そうな気がする。ちょっと待ちを。どうしようかな。おすすめは風なんだよね。まあでもこれでいくか。ちょっとやってみよう。やられたら変えます。頑張れー。でもね、ガチャはともかくとして、強化アイテムがなんか全然ないんだけど。どっかでゲットしてくんのかな。やっぱゴーレムが重いな。やばい、全然一番上のラインがね、やばい。やばいやばいやばい。ピンチだぞ。電池がないのか。画面が暗くなって思った。あ、嘘。やばい、一番上のラインがピンチだ。一番上からピンチだ。でもなんとかなりそうかな。結構危なかったね。次はさすがにこれ厳しいな。これどうしようか。
どうしようか。風属性推奨だけど、やっぱね、最初のゴーレムが重すぎるね。ちょっと交代しようか。この子どれぐらいかかる？出撃に。移動力が5だから、まあうん、これヒーラーを先に出しておいてもいいなんか違う気もするけど、まあまあまあ、で、この子そろそろ入れ替えるかな。せっかく強化したけど、どうだこれで。あ、待って、今違う、待って、こっちも入れ替えた方がいい。この子出す？移動10か、遅いかな。5とかよりマシか。何の強化もしてないというのがきついかな一旦これで出してみる。行ってみよう。でもさっきより強いんだよね。難しいかな。遅い出るのが遅い。やばい、出てくれない、まだちょっと待って、あ、もう攻撃を食らう位置なんだこれは。全然やばいこれ。これはまずいね。やばい、一番下のラインがもうやばい。やっぱり真ん中が
真ん中が壊れた。あ、これはやばいぞ。これはやられるな。これイベントだからな、期間があるんだよね。これ負けるとどうなる？どうしよっかな。先のストーリー見れないのちょっと悲しいね。でも馬車引いたけど、ユニットの強化が、この子とか強化したいんだけどね。でもこの経験値みたいのもらえないからさ、またちょっと誰を出すかを考えないとな。とりあえずどうしようかな。ちょっと裏で強化をしてくるかガチャを引くかしてきます。今回はここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。